はい、どうも、山田の会議室、山田です。お願いします。本日はですね、腸内環境の話します。はい、まあ、主にプロバイオティクスの話をしようかなと思います。もっと言うと、この子と、ね、ビオフェルと、あと、この子、ビオ3、この二つの話をしていこうかなと思います。っていうのはね、最近ね、このビオ3が出てきたんですよ。前からずっとあんのはこっちですよね。前からずっとあんのはこっちやけど、最近この子が出てきて、どっちも病院で処方があるお薬なんで、どっちがええねんと、どっちがよう効くねんと、っていうような、疑問とかもね、いただくし、まあ、ネットで調べてもね、ビオ3、ビオフェルビン違いとかってよく検索されてたりするんで、気になってる方が多いんじゃないかなと思いますんで、まあ、この動画でまとめて、どっちがいいのか、どっちがどうなのかっていうような話もしたいなっていうのと、腸内環境を整えるということが、いかに大切なことなのかっていうことを、やっぱちゃんと語っときたいんで、まあ、この動画にしようかなということなんです。はい。なんで、前半の方、では主にね、今日はね、こっちの話したいなと思います。はい、こっちの方が新しいんでね、昔からあるビオフェルの話はまあとりあえずみんな、ある程度知ってるでしょうから、こっちの、ビオ3の話を、に重きを置いてやっていこうかなと思うんです。でね、これ驚きなんですけど、ビオ3ってね、さっき言ったその医療用と市販薬と両方あるんですけど、医療用の方が含有量、成分の含有量少ないんですよ。びっくりしません？じゃあ市販薬の方が効くんじゃねえのってなりますよね。はい。そこには秘密があるので、それを本編の方で触れていこうと思いますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。なんで前半は、ビオ3の、特徴で、あと、処方薬と、この市販薬と、両方あるので、医療用と、市販薬のその違いについて、語って、で最後に、この、結局、ビオフェルとどっちがええねんっていうのを前半の YouTube でやります。はい。で、そのまま続いて、どうやったら腸内環境がむちゃくちゃ整うのかっていうことを、私のやってるサブスクサービスの深掘りメディカルセミナーの方で、語っていこうかと思います。はい。この二つ大活躍、する動画になるかなと思いますんで、もし興味のある方は、動画概要欄の方から、リンク手続きしていただいて、続きはということで見ていただければなと思います。はい。このビオ3に関してはですね、今回メーカーさんにも電話して、すごく丁寧に特徴とかも教えていただいたんで、その話もしたいなと思いますんで、ぜひ気になっていた方は最後までご覧いただければと思います。それでは本題いきましょう。はい、ということで、まず、ビオ3の特徴から語っていこうかなと思います。はい、この子ですね、活性菌トリプル強制処方という、キャッチコピーのもとですね、3種類の菌が配合されている、成長剤ということで、すごくこう、人気のある成長剤です。はい。まあ、このずっと持っとくのめんどくさいね。ちょっとこの辺に画像でも貼っときましょうか。はい。でね、この子がね、3種類の菌が入っとるんですけれども、3つの菌がですね、むっちゃ仲良しなんですよ。すんごい仲良しで、むちゃくちゃ相性いいんです。はい。しかもですね、この中に入ってる3種類の菌は、胃酸の影響をほとんど受けないので、大腸までしっかり届いて、活躍してくれると。そういうお薬ですね。はい。もうちょっと詳しく見ていきましょう。じゃあ、どういう、3種類の菌が入ってるかというと、これ添付文章見ながらちょっと喋りましょうか。間違ったらあかんからね。はい。酪酸菌、ラクトミ、乳酸菌ですね。あと、糖化菌。この3種類の菌が入っているんです。はい。で、どういう風な作用を、示すかということですけれども、まず糖化菌から説明しましょう。糖化菌。糖化菌が何をするかというと、乳酸菌にできない仕事をやってくれます。もうちょっと言うと、澱粉の分解とか吸収を、この糖化菌がやってくれるんですよね。で、そうすることによって、乳酸菌が増えるんですよ。要するに、糖化菌のおかげで、乳酸菌が増えるんです。で、次、乳酸菌が増えると、今度は、酪酸菌が増えるんですよ。酪酸菌が増えると、酪酸っていう、脂肪酸のことなんですけど、まあ、簡単に言うと、腸壁を守るバリアの、物質を分泌し出すんですね。それがむちゃくちゃ重要で、これがビオ3の大きな特徴の一つです。なので、腸壁に必要なバリア機能である酪酸を分泌する酪酸菌が増えることによって、腸内フローラが、整って、腸の中が元気になる、腸が活性化する。要するに、元気な腸が、実現するということになりますね。で、次、ビオ3は、もともと、医療用のその処方薬でも、あるんですよ。ビオ3配合錠だったかな、あったと思うんですけど、間違ったらどうしよう。一応確認する。うん、合ってる。ビオ3配合錠ですね。ビオ3配合 OD 錠ですね。はい。でね、冒頭言いましたけど、医療用と市販薬と中に入ってる、その含有量が違うんですよ。しかもですよ、市販薬の方が含有量が多いんですよ。
びっくりしません？どういうことってなりますやん。ということは市販薬の方が効くのって話になりますよね。思いますよね。これね、メーカーさんにややこしいんで確認しました。私一応知ってたんですけど、確認しました。確認したら、一応私の認識通りやったんでよかったんですけど、これね、効き目変わりません。ほぼ同等です。はい。やのにもかかわらず、なんで含有量違うねんと。含有量違うのにもかかわらず、なんで効き目が一緒やねんっていうことなんですけど、これね、小難しい話になるんで、はしょりますね。すんごいはしょりますけど、一応、その原料のそもそもの濃度が違うんですよ。使ってるそもそもの濃度が違うんですね。だから、むっちゃざっくり言うと別物なんですよ。わかりにくいよな。わかりやすく言うと、そうやな、カルピスの原液をコップに注いでちょっとしか入ってない状態のやつ、あれが医療用やと思ってください。で、この市販のビオ3が、希釈されて売ってるペットボトルのカルピスウォーターあるじゃないですか。あれやと思ってください。これ、この違いです。はい。だから要するに、薄めたっていうとちょっと違うんですけど、単純な量だけで見ると、いやいや、こっちの方が容器入ってんねんから良さそうやんと思うかもわかんないですけど、一緒です。だから単純なその量だけで比較できないということです。体の中に入ったら同じ作用を示すんだよっていう理由風な理解でいてください。もうこれぐらいの例えしか私には思いつかない。要するに、もう簡単に言うと一緒です。ほぼ一緒なように、市販版に改良されたのが、これなだけであって、医療用とほぼ同等っていう風に、メーカーさんの方、方もおっしゃってたので、そこは問題なく使っていただけるかと思います。はい。ちなみにですね、このね、ビオ3も、ビオフェルも、両方ね、指定医薬部外品なんですよ。じゃあ、医薬品じゃないんやったら、まともに効かへんのんじゃないのって思うかもわかんないですけど、さっきも、言いましたけど、ほぼ同等、医療用とほぼ同等やし、あと、他にも、その医薬品の、成長剤他にもありますよね。例えば、こんなんとか、こんなんとか、あると思いますけど、医薬品と指定医薬部外品、いいですか？そこまで差はないです。はい。成長剤なんてそんなもんなんで、その人のその、なんていうか、状況によって効き方が全然変わってくるので、そこまでじゃあ劇的になんか、医薬品として医薬部外品で変わるかって言ったら変わんないです。個人差によるものの方が大きいと理解してください。で、結局、この二つ、どっちが効くねんって話ですけれども、話の流れからなんとなく分かっていただけるかなと思いますけど、そもそも比べるのがナンセンスです。もう本当に違いで言ったらですよ。違いで言ったら菌の種類が違うんですよ。菌の種類が違うからもうそもそも別物なんですよね。そうやな。これも分かりやすく言うんやったら何やろ。分かりやすく言うんやったら、ドラクエと FF とどっちが面白いって聞いてるのと一緒なんですよ。それ聞かれてどう思います？そういうことなんですよ。結局、それぞれに魅力があるわけですよ。ドラクエにはドラクエの良さがあって、FF には FF の良さがあるわけですよ。同じスクエニっていう会社から出てるゲームなだけであって、それぞれ別の魅力がありますよね。この子たちも一緒です。この子たちも一緒。同じ成長剤っていう枠の中にいるけれども、中に入ってる菌がそもそも全然違うんだから、比べること自体がほぼほぼナンセンスなんだよっていうことです。あとはもう好みの問題と体質の問題ってことですよ。そういうことです。ただこの状態で動画を締めると結構乱暴な感じもすると思うので、ちゃんとエビデンスも一応紹介しておきましょう。使い分けっていうのが一応あるんでね、エビデンスベースで言うと。ですね、アメリカのリード大学が43件の過去データを精査したメタ分析によりますと、慢性的な下痢とか便秘にはビフィズス菌が最も有効だよっていう風に言われてます。はい。なので、しょっちゅうこう下痢すると、あとはしょっちゅう便秘するというような方は、こっちのビオフェルの方がよろしいんじゃなかろうかと思いますんで、そういう風にしてもらったらなと。で、それ以外の、全体的なその、なんていうのかな、こう、免疫系とか、アレルギーが出やすいとか、そういうところ、あとはメンタルの落ち込みがとかっていう方は、こっちの、ビオ3の方がよろしかろうかと思います。はい。そういう使い分けをしてもらったらいいかなと思います。まあ、たんで、一応使い始めて1ヶ月ぐらい、個人差あるんで、1ヶ月ぐらい使ってみて、改善が見られないようであれば、ビオフェルやめてビオ3にするとか、ビオ3やめてビオフェルにするとか、それともまた全然別のやつにするとか、そういう風な使い分けをしてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、忘れてた、ちなみにビオ3取るんやったら食物繊維一緒に取ってくださいね。食物繊維取らんと、効果が半減してしまう可能性があるんです。はい、じゃあ、その話も次にしようか。このまま続いて、私のサブスクサービスの深掘りメディカルセミナーの方で、この続き語っていこうかなと思います。はい。そっちの方ではですね、こうやって、菌を体の中に入れる活動がいかに大事かっていう話をしていくんですよ。はい。していくんですね。でね、もっと言うと、私ね、以前、
こういうビオフェルとかは飲みませんって動画の中で言ってたんですよ。はい、別の動画になります。言ってたんですよ。はい、ごめんなさい。前言撤回します。今、飲んでます。はい。なんで飲んでんねんっていうこととか、あとは、いかにそのプロバイオティクスが大事かっていうような話とか、あとは、めちゃめちゃ効果的なプロバイオティクスの仕方とか、そういうめっちゃ具体的な、ニッチな話を、このままの続きの、後半の方で語っていこうと思いますんで、興味ある方、今日も概要欄に入ってます。私のサブスクサービス、深掘りメディカルセミナーの方の続きはというところから、飛んでいただいてご覧いただければなと思いますんで、ぜひお願いいたします。はい。ということで、本日の動画は以上でございます。この動画をお薬にありましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それでは、続き後半の方、深掘りメディカルセミナーの方でお会いしましょう。解散。